こんにちは、はずばちゃんねです。イエイ、あたしです。今日はママとおしゃれで、わかりない。今日はママとおしゃれでお買い物してきたので、実際を紹介したと思います。イエーイ、いっぱい買ってきたから、最後まで見てね。次はせーの、こんなにいっぱい買ってきちゃいました。記事を紹介していきます。私は大好きな藤原です。今回しのちゃんは3つ買ってきたんだよね。うん、でも実はダイソーで買ったのも混じってるんだよね。そう、セリアで本当は3つ買ってダイソーで2個買ったんですが、それをもう2個使っちゃったんだよね、お風呂でね。なのでこれが1個ダイソーのが混じってるんですが、しのちゃんは最近バスボールにすっごいハマっていて、でも1個しかなかったんだね。そう、中身がね、これもない。ん？これもないない。そう、バスボールっていうのは物によってなんですが、こんな感じで中にキャラクターとか、あとちょっとしたなんていうんだろう、小物が出てくるんだよね。だけどこのクレヨンしんちゃんのとか、あと何だったっけ、ジバニャン、ジバニャンのは中身がなくて、すごいがっかりしてました。おいおい、大丈夫？それで今回はこれはおまけやなしです。でもこの2つはおまけや入ってます。今日からまたお風呂でやるね。みんなも楽しいからバスボールやってみてね。くじはからウィリちゃんだ。くじちゃんになります。はい、靴下になります。この靴下は可愛いのにテリアで購入できます。あとね、ラプンツェルも持ってるんだよね。ラプンツェルとミニちゃんがしのちゃんの靴下になりました。そして他買ったのがラプンツェルのゴム。はい、髪の毛につけるゴムだね。見て、超かわいい。ほんとだ、すごいかわいい。レースのリボンに真ん中にラプンツェルがいる感じのゴムになってます。これかわいいね。うん、じゃあ幼稚園とマシミも借りつけて、どっか行きや。はい、どっか行こうね。はい、そしてじゃあスクイーズの前にこれ行こうかな、ママが選んだ。はい、じゃん、こちらはアイスクリームピックスって書いてあって6本入ってます。本当はお弁当にしののお弁当に入れてる、そうと思うでしょ。しのちゃんのお弁当にここにトマトを刺したり、あとうずらの卵を刺したり、あとさ、キュウリとさ、あのハム、そうそうそう、キュウリとかウインナーとかミートボールを刺して可愛くデコれるハムね、お弁当のピックなんだけど、まあ、しのちゃんがまた幼稚園始まったらこれでお弁当をね、ちょっと飾ってもいいと思うんですが、ここにスクイーズを、ほらアイスのミニスクイーズ作ったら可愛いかなと思って買ってみました。なのでちょっと春休み中にこのミニアイスクリームのスクイーズを作ってみたいと思います。いいね。いいでしょ。じゃん、これもまたお弁当のシリコンおかずカップなんですが、これはシリコンだからね、もちろんなんていうんだろう、触るとふにふにして柔らかいので、これにカップケーキのスクイーズを作ってみようかと思います。なので上のスクイーズの部分もふわふわして触れるし、このコーンの部分も柔らかいからこうプニプニして触れる感じのスクイーズも挑戦してみようかと思って買いました。じゃあ、じゃあ納豆だよ。はい、この納豆のスクイーズ持ってないんだよ、しのちゃん。このセリアのスクイーズはやっと見つけました。で、ちょっと横から開けてみるね。しのちゃん、最近ハマってることは何ですか？ハマってることは幼稚園。幼稚園にハマってる。あと何やってる？あとは TikTok やってるや。そう、 TikTok しのちゃん始めました。まだね、2個しか出してないんだけどね、 TikTok をしてます。はい、もしよかったらハッピーバニーで、じゃがりこ飯しゅうばい。そう、じゃがりこ飯室、3、2、1、なんだっけ、嬉しくて、じゃがりこ、なんだっけ、嬉しくて、じゃがりこかよ。じゃがりこかよってんだよね。すごい上手なんです。お、見て、納豆出したよ。
はい、どうぞ。して。いく？うん。こっち見て待って。いく？すごい伸びるね。ママも触っていいか？うん。触ってみるね。はい、では触ってみます。おお、すごいペタペタしてる。ねえ。ねえ。すごい。すごい柔らかいね。本当納豆みたいにね、ネトネトしてる感じ。じゃあこれでニーニーたちをドッキリしたら。ニーニー？そうだね、ニーニー納豆好きだけど、ちょっとこれバレちゃうかな、ニーニーには。ちょっとバレちゃいそうだね。はい、次は鮭とイクラとプニットたい焼きをやっと本当に見つけました。開けてきたよ。はい、じゃあまずたい焼き開けてみるよ。もう出てきた。何これ、見て。あんこ、うん、あんこみたいなボールがさ出てきただけな感じなんだ。ゴム自体も茶色なんだけど、その中から茶色のボールが出てくる。これ赤、あのさ、これ黒だからさ、うん、あんこもよ。あんこだね。へえ、たい焼きからあんこが出てくるんだって。あ、出てきた。しのちゃんのはなんか出てきた。出てきた。鮭からイクラが出てくるようだって。どう？出てきた。出てきた。あ、本当だ。なんかね、入んないじゃん。ちょっと出て優しくして。入った。入ったね。じゃあちょっとたい焼きもやってみて。はい。コンカンコ。コンカン。出てきた。出てきた。あ、出てきた。面白い。なんかやっぱりイクラの真ん中の部分はちょっと赤くなってる。たい焼きと比べるとカルチラハーラライス、うん、鮭の方がちょっと抱きしやすいね。ちょっとゴムだから臭いです。嗅がないでください。うん、ちょっとね、独特な匂いがします。以上でこの動画を終わりたいと思います。チョリダイキは市場っぽい。それじゃあ、今日よろしくお願いします。こちらこちらの回も見てね。またいてね、バイバイ。主人公は主人公。